南国市の住宅街でイノシシが出没し男女2人が足などを噛まれけがをしましたイノシシは確保されましたが警察は複数の可能性も視野に注意を呼びかけていますごめ面町駅でイノシシが出没しけが人が出ております十分に注意してください 南国警察署の調べによりますと、今朝6時半ごろ、南国市大曽根の住宅街にイノシシが現れたと通報が寄せられました。その後、御免那覇線の御面町駅周辺で20代女性と80代男性が足を噛まれるなどして怪我をしたということです。イノシシは午前8時前になって警察に捕獲され、地元の漁友会によって駆除されました。 ただ、警察はイノシシが複数いる可能性もあるとして発見した場合は近づいたりせず通報するよう地域住民に注意を呼びかけています。